もう船も体もバッチリなんで、もう今日は絶対優勝で。今回は優勝できるように頑張ります。上位入賞を。入賞。はい。怪我なく。楽しく。よろしくお願いします。マシンがまだ出来上がってなくて、表彰台取るんです。ピックアップされないことなんですけど。アウト側で、まあ、千代さん早いのは分かったんだけど、森川君にも外からやられて、3番手で入って、いやー、厳しかったですね。1分1番、2分も1番、3分も1番、4分も1番、合流2番。僕、インのインだったんですけど、まあ、ちょっと生駒さんの船に一定進ほどちょっと前に出られちゃったんで、まあ、一応、合流3番手ぐらいっていう感じ。最終的にはチョイスで、はい、抜くしかないと思うんで、バックストレート全開で走って、まあ、チョイスに向かって近づくっていう、でチョイスに全開で入っていくっていう。もういっぱいいっぱいバカバカそんなつついてくんじゃないよみたいなもっと優しくしなさいみたいなね。千切さんもやっぱりあの体力的に多分しんどいんだろうなっていう感じが一番そこで見えてきたんで、もう僕も自分のある体力を振り絞って自分の理想通りで、はい、抜けました。彼らの頭の中はどこでどう仕掛けてくるのか。ここで仕掛けていくか。まずは奥健太インコース、そしてプレッシャーかけて、まあ、抜けるところで、まあ、ちょっと様子見ながら抜けたらなっていうのがあったんですけど、まあまあちょっと、ね、マシントラブルでちょっと生駒さんの方もあれだったんで、まあ、そのままちょっとパスして、まあ、一応1番を走っていたっていう感じです。1番奥健太エクセルグループ、壊さないように壊さないように、まあ、ちょっと抜けるとこしっかり見えて最後までゴールしようっていう感じ。さらに87番一緒範囲走れ、森川浩選手、さらに小川潤選手、そして次へ
ていう感じで、もうもらったっていう感じで、はい、ゆき選手と通過していく。そして2番手が千木田正幸選手に、3番手が伊佐井はじめ選手と、そしてもう時は経過し、ファイナルラップを終え、今トップチェック、奥健太両家のガッツポーズ、いやもう100点満点で、はい、もう自分の中では100点満点で、はい、はい、ありがとうございます、あります、絶対頑張ってやると思って言ってたんだけど、ちょっと最後ね、ちょっと引っかかっちゃったね、周回遅れに引っかかった、それがまだ未熟なんだろうね。で、伊佐原さんはもう、はい、待ってましたみたいな感じで、スーッて言ったら、あーちくしょうみたいなあ、絶対俺をブロックしてるなと思ったんで、選択一生懸命走るんだけど、ここら辺がちょっとゆっくり走ってるんですよ。うわ絶対体力温存してるなと思ったから、いやもうこれ抜けないわと思ったら、ちょうど周回遅れが近づいてきたんで、もうここ最後のラストチャンスだなと思って、だちょうどいいとこに引っかかったんで、もうそこもう外から狙ったんで、走り抜けたと思ったらチェックだったから、危なっつんで、あっという間に15分終わっちゃう。ありがとう。